さあということでこれより毎日の贅沢の発売開始を記念して明日からここネスカフェ原宿で開催されますキットカットミュージアムの開館記念セレモニーへと移ってまいりたいと思います、はい、さあ牧さん改めて明日から9月25日までこちらキットカットミュージアム開館となりますが簡単にご説明いただけますでしょうかはい、えー、とご覧いただいている通りですねあの過去のキットカットをあのたくさん並べています えー、本当はもっとあったんですが、えー言うと、よりすぐりのものを、えー、300種類以上、えー、展示させていただいています。うん、あの毎日のぜいたくがです、ね、まあ、こうしたいろんなキットカットの、えー、工夫の、まあ、積み重なったものの、まあ、現時点では集大成というところで、一度こうしてです、ね、振り返ってみてはどうかなというところでご用意させていただきました。はい ええ、二十五日まではですね、うん、あのここネスカフェ原宿にお越しいただいたお客様に、えー、サンプリングということで、えっ、ー、とお客様皆さんに毎日の贅沢を召し上がっていく機会をええー、ご用意します。はい、結構貴重なものばかりなんですよね。そうですね。はい、はい。で後はあの例えばですね、えー、沖縄とか九州で売っている紅ニモノとかとか、はいはい、ええー、そうしたものもええー、そのこの期間中だけ特別にええー、全国のものをすべてここで買えるようにして。 ありますんで、いろんなキットカットを毎日の贅沢と一緒に楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。はい、高木シェフいかがですか。はい、この豊富なキットカット日本師匠だけだと伺ってますか、はい、いや懐かしさがね出てきてるんですよ。本当に僕ね2002年ぐらいにから2002年そうですね契約2003年ぐらいなんで非常に懐かしいなとでまあ自分の名前を付けたものもあれば。 つけないものでの開発もあればあそういういもものもあ,る、ね、ありますねそれから、えー、ご当地のものもあればうん、うん、いろいろ、ね、あこの時にこうしたなとかねそれが今の,あのキットカットショコラトリーそれから今日の毎日の贅沢にね本当つながってるなっていう、ね、実感を湧いてきましたね。このミュージアムはね本当にあのキットカットファンだけじゃなくねぜひ来てほしいなと思いますね。はい、はい 藤本さんいかか、がでしょう,かうこの展示はそうですねもう本当にあにパッケージも懐かしいものもあの昔ちょっとアルミホイルというか銀紙で包んだ <laughs> ところが私小さい時そこからスタートだったので、まあ、いろんなパッケージがあるなっていうのとあとはご当地のものも最初出てきた時はこれとこれ合うのかなっていつも思いながら ドドキドキでで買っっててみるんですけどどれもやっぱり美味しくって私北海道出身なので北海道のものもメロンとチョコだったりとか、はいうん、すごいどれも美味しいので毎回ちょっと感動します見ているうちにいろんな思い出がそうですねでもこんなにある中の集大成っていうことですか、ねはい、すごいです、はい、ではここでテープカットに移りたいと思います。はい さあえ今回はこちらのチョコレートをイメージしたテープをカットしていただきたいと思いますはいそれではえ参りたいと思いますこの後私の動作の合図でテープを切りいただきますそれでは参りますどうぞキットカットミュージアムオープンです明日から 一般公開となります。ヒットカットミュージアム。ぜひたくさんの方にご来場いただければと思います。ありがとうございました。えそれではここで牧部長と田垣シェフはご講談となります。ありがとうございました。はい、藤本さんには引き続きお付き合いいただきたいと思います。はい、さて。 えー、実は毎日の贅沢の発売と同時に、はい、キットカット毎日の贅沢プレゼントキャンペーンというのが実施されるんですね。応募するには公式ツイッターアカウント、うん、キットカットジャパンをフォローし「はい、ハッシュタグ毎日贅沢したい」の投稿をリツイートしますと、うん、抽選で2000名様にキットカット毎日の贅沢が当たるというようなキャンペーンとなっています。 えただいまスクリーンに出ておりますこの素敵なルーレットを回して当たり外れがもうその場で分かります<ー>はい誰もが楽しめるキャンペーンになっていますはい藤本さんも毎日の贅沢欲しいです欲しいです欲しいですすごく伝わってきました <laughs> ということで本日はですね、はい、このツイッターキャンペーン同様、うん、本日のために藤本さんのために作りましたルー,ルーレットに挑戦していただきたいと思います、はい、毎日の贅沢が出ると大当たりですね、はい では、いいですかルーレット行きましょう。行きます。スタート。あ、怖い。どうでしょうか?。あ、行けたんじゃない?。本当ですか?。お、すごくない?。お、当たりです。きっとガッと毎日と贅沢、見事おとおせとなりました。おめでとうございます。ありがとうございます。少し拍手が欲しいところです。そうですね。私持ってるなと思います。今。本当ですね。さあ、ということで、大当たり、毎日の贅沢。 プレゼントさせていただきます、はい、ありがとうございますじゃあありがとうございますいっぱい入ってますおめでとうございます,います <laughs> 嬉しいなこれちょっといろんな方とシェアして、うん、そうですねはい。ちょっともう何だったら1本ずつ配りたいなと思ってます <laughs> はい、はい。というところで <laughs>、はい、そろそろお時間となります改めて最後に一言お願いいたします、はい そうですねもともとまずは美味しい、ね、皆さん大好きなキットカットですけども、まあ、こうやっていろんなご当地とか、まあ、ちょっとコラボをしてももちろん美味しいキットカット、まあ、そのキットカットが集大成としてこの「毎日の贅沢という商品を発売したということで私もすごく嬉しいんですけれども、あのー、ぜひ皆さんこんなにいつでも美味しいキットカットが美味しくないわけない。 贅沢なキットカットですのでぜひ手に取ってみてくださいありがとうございました